はい、こんにちは、YMK です。今日はですね、僕が日常的に使っている一群アプリを53個ご紹介します。去年投稿したこちらの動画の2021年版です。一群アプリの選定基準はたった一つ、消えたら困るか。この消えたら困るかという基準に照らし合わせて、完全に僕の独断と偏見でアプリを53個選定して、さらにカテゴリー別に分けました。アプリの使い方を詳しく説明していると時間がかかりすぎるので、1アプリ30秒以内でサクサク紹介していきます。個別に動画を撮って紹介しているアプリはアプリ名横に星マークをつけています。その紹介動画は概要欄にリンク載せているので、よければご覧ください。あと、アプリはカテゴリーごとにチャプターで分けていますので、そちらもぜひご活用ください。それでは早速いきましょう。まず iPad での勉強に使っているアプリからいきましょうか。1つ目が GoodNote 5 です。僕、人の iPad のホーム画面を見てどんなアプリを使っているのか観察するのがめっちゃ好きで、そのホーム画面に GoodNote 5 がないと、はぁーとため息をついてしまいます。その後、なぜ iPad を持っているのに GoodNote が入ってないんだって厳しく問い詰めます。それくらい僕は必須のアプリだと思っていて、高機能でここまで使いやすいアプリは他にいないと思います。ちょっとしたメモ書きから勉強や読書、仕事と本当何にでも使えるアプリです。2つ目が暗記マーカーです。このアプリも勉強には必須だと思ってます。どんな参考書でも超優秀な問題集に変えられるアプリで、マーカーを引いた部分を隠して、そしてタッチすると見えるようになります。さらにこのマーカーの色は正答率を表しているので、自分の得意と苦手を一瞬で把握ができます。3つ目が暗記です。効率的に暗記できる復習の感覚を全て任せられるアプリです。3000円もしてめちゃくちゃ高いんですけど、英語の勉強をされている方には特におすすめしたいです。4つ目が Wisdom 英和 Y 辞典です。 iPad で英語の勉強をするときによく使ってました。英語の発音の音声も聞くことができるし、単語の重要表現や文法などの解説も豊富で一緒に勉強ができます。常にスライドオーバーで開いておいて、わからない単語があればコピペして意味を調べます。そして Wisdom 英和辞典で調べた単語をブックマークに登録しておいて、定期的に調べた単語の復習をするという使い方をしていました。5つ目がユーデミです。これは映像授業のアプリですね。 IT 系のスキルの習得や YouTube の動画編集ソフトの使い方はこのアプリで全て学びました。 iPad で Udemy で映像授業を流しながら Mac で作業するっていう感じですね。では次、読書で使ってるアプリいきましょう。まず1つ目が Kindle です。僕はもともと読書は紙派だったんですけど、本から情報を取得するっていう目的だけに絞ると iPad の方がいいなと思って、今では完全に電子派です。今ではこの iPad に100冊以上本が入っています。そして次が Adobe Scan です。 Adobe Scan はスキャナーのアプリで、紙の書類を読み取って PDF ファイルとして保存ができます。しかし僕のおすすめは読書での活用法です。 Adobe Scan は Kindle の本のページをスクショしたものを読み込むと OCR 処理をして文字の検索ができるようになります。この方法を使って僕は読書をしています。 Kindle と Adobe Scan と GoodNote 5を使った僕の読書術はこちらの動画で解説しているので、 iPad での読書に興味がある方はぜひ見てみてください。読書で使っているアプリ3つ目が PDF Expert です。このアプリは PDF 閲覧に非常に役立ちます。特に僕がよく使っている機能が、 PDF の中でマーカーやメモを書いたページのみ抽出して PDF として書き出せる機能や見開き表示の機能です。自炊といって紙の本を裁断して PDF にする方法があるんですけど、この方法で電子化した本はいつも PDF エキスパートで読んでいます。では次、文章作成のアプリです。今文章作成で使っているアプリは一つで、 Apple 標準の Pages です。文字を打って文章を作成するという目的でしたら Pages で僕は十分だと思ってます。以前は Word を使ってたんですけど、マイクロソフトの月々1300円ほどするサブスクに契約し続けないといけないのでやめました。では次、予定管理のアプリいきましょう。予定管理のアプリのまず一つ目が First Seed Calendar for iPad です。僕のホーム画面のウィジェットの先頭にあるカレンダーアプリですね。機能は至ってシンプルで、予定の管理とトゥードゥの管理、そしてそれを iPad のウィジェットに表示してくれる、以上という感じです。余計な機能がないので誰でも簡単に扱えるシンプルさでも、 iPad を使う上で必ず必要な機能がこのアプリには詰まっています。予定管理のアプリの2つ目がプランナー for iPad です。これはアナログとデジタルのいいところをミックスしたようなアプリです。僕はこのプランナー for iPad で1年の目標の管理やその日やることを計画しています。いわばシステム手帳のような使い方ですね。予定管理のアプリの3つ目が Apple 標準のリマインダーです。予定管理アプリに分類しましたが、歯磨き粉を購入するとかマヨネーズを購入するとか、そういう大切だけど忘れたら困る用事もリマインダーアプリで登録しています。このリマインダーアプリで登録した ToDo はファーストシードカレンダーにも反映されるので、ウィジェットを見れば今日のタスクが一目で分かる状態になっています。では次、暮らしのアプリです。暮らしのアプリの一つ目はクラシルです。
僕実は料理するのがめっちゃ好きです。クラシルはレシピのアプリなんですけど、こうやって料理の動画が流れるので、どうやって調理すればいいか視覚的に分かるのがすごく気に入っています。さらに我が家のキッチンには壁に iPad をかけられるようにしています。料理中はここに iPad をかけておいて、クラシルでレシピを見ながら料理をするって感じですね。この壁にかけるためのグッズは概要欄に URL 載せておきます。暮らしのアプリ2つ目は Howzoo です。これは暮らしのインテリアのアイデアがもらえるアプリです。海外風のめちゃくちゃおしゃれな部屋が次から次へ出てくるので、家具の配置とかすごく参考にしました。特に我がデスク横のこのラックとコーヒーマシンの配置とかは完全にパクってます。暮らしのアプリ3つ目がマネーフォワードです。自分の持っている銀行口座や証券口座に入っている金額、楽天ポイントの残額やスイカにチャージしている金額でさえもこのアプリだけで見られます。さらに収支の状況をグラフで閲覧できたりと、長らく愛用させていただいています。暮らしのアプリ4つ目オーディブルです。これは Amazon の運営している本の朗読サービスですね。初めの1ヶ月は無料体験期間ということで、本を1冊無料でもらえます。無料でもらえるならもらっとこうって思って登録したら意外と良くて、契約してそろそろ半年くらい経ちます。まんまと Amazon の作戦にハマったわけですが、結構このサービスいいんですよ。特に眠れない夜は難しい本をオーディブルで流しておくと秒速で寝れます。概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。暮らしのアプリ5つ目は Google 翻訳です。もう完全に生活に根付いていますね、このアプリは。読めない英語が出てきたら、とりあえず Google 翻訳さんに突っ込めば大まかな英語の意味はわかりますよね。こうして英語力は衰退していくのかって危惧してますけど、便利なものは活用すべきです。暮らしのアプリ6つ目はサファリです。僕はブラウジングのアプリはサファリを使っています。 Google だとページ全体のスクショが取れないなどの制限があるので、サファリを使っています。サファリはどのカテゴリーに分けたらいいのかわからないんですけど、もうすでに生活に完全に根付いているって意味でここに分類しました。暮らしのアプリ7つ目、出前館です。これは Uber Eats みたいに食べ物を家まで届けてくれるサービスですね。僕は Uber Eats ではなくて出前館の方をおすすめしてます。出前館ってクーポンが豊富なんですよ。なので Uber Eats よりも安く収まることが多いです。とは言っても、配達してもらうと普通に手数料とかがかかって高いので、極限まで疲れて料理をする気が一切起きない時くらいしか使わないです。では次ゲームいきましょう。僕がやっている iPad のゲームは一つだけです。それが PUBG モバイルです。作業の休憩に30分だけど決めてやることが多いんですけど、何回やっても秒でやられます。僕のストレスの大半は PUBG モバイルから生まれていると言っても過言ではないですね。では次、クリエイティブ関連のアプリいきましょう。一つ目がライトルームです。写真の編集や現像ができるアプリですね。ミラーレス一眼で撮影した写真であっても iPad に接続することで直接 iPad に取り込むことができます。僕の YouTube のサムネイルの写真も全て iPad の Lightroom で現像しています。旅先でホテルに帰ったらカメラと iPad を接続して、この大画面で見ながら現像するっていうのが旅行に行った時のルーティンになっています。ここに表示している写真は全て Lightroom で現像した写真ですね。では次、2つ目が LumaFusion です。これは本格的な動画編集ができるアプリです。昔は動画編集もこの iPad でやること多かったんですけど、 Mac で使えるプロも使うような本格的な動画編集ソフトのプレミアプロの方がショートカットとかが豊富で効率よく編集できるなって感じて、動画編集は Mac でやることが多いです。ただ気分転換でサブチャンネルの動画は LumaFusion で編集することもよくあります。クリエイティブ関連のアプリの3つ目が Canva です。これは誰でも簡単におしゃれなデザインができるアプリですね。これ僕みたいにデザインのステータスがゼロを振り切ってマイナスになっていても全然使えるアプリなんですよ。なぜならキャンバがあらかじめおしゃれなテンプレをいくつも用意してくれているから。例えばインスタの投稿用のテンプレとか YouTube のサムネ用のテンプレ、他にも僕がよく使うのはプレゼン用のテンプレですね。4つ目がプロクリエイトです。 iPad で本格的なイラストを描けるアプリです。最近 iPad を持っていてなぜイラストをやらないんだって自分に憤りを感じてきて、イラストに挑戦してます。YouTube のサムネでも少しだけプロクリエイトを使っている時もあるので探してみてください。5つ目がイメージプレイです。これは動画から GIF を簡単に作ることができるアプリです。ブログで iPad で作ったショートカットを記事で紹介してるんですけど、その時にショートカットが実際に動いているところをご覧いただいた方が分かりやすいかなと思って GIF にしてブログに貼り付けています。そして6つ目がアンスプラッシュです。これは壁紙に最適な超高画質な画像がたくさん見つかるアプリです。僕の iPad の壁紙がありがたいことにかっこいいとよく言われるんですけど、これ実は全てアンスプラッシュからダウンロードしてます。使い方は簡単で、例えば僕の壁紙と同じ青い花の画像を探す場合だと、ブルー、フラワー、ダーク、
と入力して検索するだけで OK です。このようにアンスプラッシュはこんな画像が欲しいなと思ったそのキーワードを簡単な英語で検索するだけで見つかります。では次メモアプリいきましょう。メモアプリの一つ目はノータビリティです。これは音声を録音しながら手書きでメモを取れるアプリです。ただノータビリティは録音した音声を再生するのにはこのバーを左右に操作して聞きたい音声を探す必要があって目当てのお話を録音していても探しにくいというのが欠点だと思ってます。なので僕は自作したこの PDF テンプレートを活用しています。ノータビリティは録音ボタンを押すと画面右上に表示されている時間が進みます。これは録音している時間を表しています。まず一番左の時間という列にはノータビリティの画面右上の録音している時間を書きます。そしてすぐ右の列の話題には先生が話している話題やテーマを書きます。そして一番右のメモはあなた自身で自由に書き込んでください。このようにして先生が重要なことを話し始めたら時間列、話題列、メモ列を書いていきます。時間列を書いておくことで後から復習するときに再生バーをその時間まで移動させればもう一度聞きたい話を確実に聞くことができます。 PDF は僕のブログから無料でダウンロードできますのでよかったら使ってください。概要欄にブログの記事も載せています。メモアプリの2つ目はドラフトです。これは音声入力のメモアプリとして使っています。歩いているときにいいアイデアとか浮かんできてそのアイデアをメモとして残しておきたいなと思うことないですか？僕しょっちゅうあってそういう時に Apple Watch のドラフトのアプリで音声を吹き込みます。そして吹き込んだ音声はテキストに変換されて iPad のドラフトのウィジェットにも表示されます。他の似たような音声入力できるメモアプリだと吹き込んだ音声メモを見るためにわざわざそのアプリを開かないといけないっていうものが大半です。一方でドラフトはウィジェットに表示されるので嫌でも目に入るっていうのが気に入っています。3つ目が Notion です。これはメモアプリと言っていいのかすらわからないくらい何でもできるアプリです。僕の使い方の一例としては YouTube やインスタの企画の管理をしています。例えばこのように企画をカードにしておいて編集中の動画はカードを編集中に移動して投稿が完了したら完了のところに移すっていう感じですね。このアプリも非常に奥が深いのでいつか整理して僕の使い方を紹介しようと思っています。4つ目が Apple 標準のメモアプリです。今までいろんなメモアプリを使ってきましたがなんだかんだ言って標準のメモアプリが使いやすくて一番いいなっていう結論に至りました。特にショートカットを駆使してホーム画面から即座にメモを書けるようにしていて何かアイデアを書き留めておきたいときにとても便利です。では次、考え事、アイデア出して使っているアプリに行きましょう。1つ目がマインドノードです。これはマインドマップを誰でも簡単にしかも美しく書くことができるアプリで僕はいつも YouTube の台本を作成する前にマインドノードに話したいことを全て書き出しています。マインドマップを使えば物事を構造的に考えられますし自分の考えを俯瞰して見ることができるのでアイデアとアイデアのつながりとかを見つけるのにも役立ちます。2つ目がワンノートです。ワンノートは無限に手書きで書き続けられるノートアプリです。自分が考えていることを整理したい時とかは無限キャンパスアプリワンノートにひたすら書き殴っています。 GoodNote5 はページで書ける範囲が区切られているのでページを気にすることなく書き続けたいときは OneNote がおすすめです。では次、ウィジェットに置いているアプリいきましょう。ウィジェットに置いているアプリは上からいきます。一番上が予定管理のところで紹介したファーストシードカレンダーですね。カレンダーアプリをこのように表示することによってホーム画面から今日の予定やトゥードゥを確認できるようにしています。その下にあるのがショートカットのアプリですね。ここにあるトゥードゥやメモスケジュールを起動したらホーム画面から一瞬でリマインダーへの登録やメモの記入カレンダーへの予定の入力が完結します。ショートカットアプリは本当に iPad での作業の生産性が上がるのでこちらのショートカットの動画もぜひご覧いただきたいです。その下にあるのが先ほど紹介したドラフトという音声メモのアプリのウィジェットですね。音声入力したメモをウィジェットに表示させることによってせっかくのアイデアを見るのを忘れるっていう事態を回避するようにしています。次がヨーインクです。このアプリはコピペした文字や画像の履歴を保存しておいてくれるアプリです。文字や画像をコピーしたらそのコピーした履歴がここに溜まっていきます。そして過去にコピーしたものをもう一度使いたいときはウィジェットに表示されている文字や画像をタッチするだけでまた貼り付けができます。これ超便利なのでシンプルにおすすめです。4つ目が電卓プラスです。 iPad って標準の電卓アプリがありません。でもちょっとした計算をしたいときってありますよね。そういうときのためにホーム画面のウィジェットに電卓を表示させておくことによってすぐに計算をできるようにしています。そして5つ目があと何日ってアプリです。特定の日までのカウントダウンを表示できるアプリでこの 19,664 というのは僕に残された日数ですね。ダイビズゼロっていう本を読んでいて終わりを意識しないと限られた時間とエネルギーを最適に使うことができないって書かれていてあー確かになーと思ってウィジェットに僕の寿命が尽きるまでのカウントダウンをしています。でもこんな変な使い方をしなくても全然大丈夫です。試験日までのカウントダウンをして自分の危機感を煽るとかそういう使い方で全然いいと思います。
ウィジェットのアプリの6つ目が油性字です。これは iPad の情報を見ることができるアプリです。例えばここのバッテリーのマークは今どれくらい充電があるかとか、右側の円は上がメモリの使用量、下がストレージの使用量を表しています。次、 SNS 関連のアプリです。まず一つ目がインスタですね。これはもう説明する必要がないほどもう完全に生活に根付いていますよね。インスタでは僕の生活のことを発信しているので、インスタもぜひフォローお願いします。次、ツイッターです。ツイッターって不思議ですよね。無意識に開いてみてしまっています。ツイッターの方は結構つぶやいているのでぜひフォローお願いします。 SNS 関連のアプリ3つ目が Pinterest です。このアプリを開いたら最後なかなか抜け出せません。 Pinterest は自分が好きそうな画像を次から次へと表示してくれるアプリで、どこかで区切りをつけないと一生見れます。僕はこのアプリでファッションやデスク周りのアイデアを収集しています。では次、動画アプリ行きましょう。iPad といえば動画鑑賞みたいなところありますよね。やっぱりスマホで見るよりも iPad の大きな画面で見る方が迫力があって最高です。一つ目が YouTube です。もう YouTube は生活に欠かせないですよね。勉強目的でも使えるし、エンタメ目的でも使えますし、もう完全に生活のインフラです。僕、お風呂場にもキッチンに置いてある山崎実業のスマホホルダーをつけていて、 iPad をジップロックに入れてお風呂に入りながら YouTube を見るってのが日課になっています。次がプライムビデオです。最近は呪術廻戦にハマっていて、プライムビデオでアニメも最新話まで見ていますし、漫画も全巻この iPad に入ってます。動画アプリの最後がダゾーンです。スポーツを見られる動画アプリですね。僕、野球が大好きでメジャーリーグの試合やプロ野球もよく見ています。ちなみに阪神タイガースの大ファンです。では次、連絡を取るときに使うアプリです。連絡を取るときに使うアプリの一つ目は LINE です。自宅では iPhone をほとんど使わないので、返信とかも iPad の LINE でやっちゃってます。二つ目が Zoom です。このご時世ですから Zoom は必須ですよね。打ち合わせとかも Zoom でやること多いですし、 iPad のマジックキーボードを装着して打ち合わせに参加するっていうのが多いです。では次が買い物系のアプリです。まず一つ目が Amazon です。 Amazon がなかったら真剣に生きていけないほどですよね。もう電気、水道、ガス、Amazon って感じで生活のインフラになってます。当たり前みたいになってるんですけど、注文した翌日に荷物が届くって冷静に考えてすごすぎません？配送業者の方に感謝ですね。次が楽天です。楽天は年に4回あるスーパーセールの時に大量に買います。特におすすめなのは楽天市場でのふるさと納税ですね。ふるさと納税ってシンプルにやらない意味が全くないシステムなので、僕は必ず毎年やってます。楽天スーパーセールでふるさと納税をすると、税金を払って何かいい製品をもらえるのにも加えて楽天ポイントも追加でゲットできます。収入の額によってふるさと納税できる金額は全然違うんですけど、スーパーセールの時にやれば数千ポイントはゲットできると思います。では次がまた楽天に関係するものなんですけど、楽天 D 別です。このサービスは楽天 D 別経由でショップで買い物することで、購入金額に応じて楽天ポイントが還元されるっていうサービスです。ショップによって還元率は違うんですけど、ここのショップがまあすごいです。例えばアップル、ユニクロ、ローヤ、デルの他にも旅行券も充実しています。例えば JAL や日本旅行、エクスペリアなど航空券の購入やホテルや旅行のツアーの予約でも楽天ポイントが還元されるんです。ほんと使わない理由が全く見つからないので、まだ登録していない方は急ぎ登録してください。概要欄に楽天 D 別の詳細の URL 貼っておきます。次がメルカリです。メルカリって商品を購入するときに傷がついていないか写真をよく見ますよね。それも iPhone よりも大画面の iPad の方が傷がついていないか注意深く見られると思います。メルカリも現代人の必須のアプリですね。では最後、その他のアプリです。一つ目が Google Earth です。これは地球中を飛び回ることができるアプリで、飛び回ってるだけでシンプルに楽しいです。 3D になっているので建物が立体的に見えますし、気になるところがあればストリートビューに切り替えてその場の写真を見ることもできます。緊急事態宣言で外出ができない日々が続いているので、 Google Earth で行きたい場所をめちゃくちゃリストアップしてます。2つ目が Google マップです。旅行の計画を立てるときって、観光地とホテルまでの位置関係を把握しておきたいですよね。そういうときにマップのスクショを撮って、上から手書きでメモを書いて友人に共有したりってしてます。最後は Amazon フォトです。 Amazon プライム会員だったら利用できるアプリで、写真の画質を劣化させずに無制限にアップロードができるサービスです。基本的に撮影した写真は全て Amazon フォトにアップロードしてバックアップって使い方をしてます。はい、今日は僕が日常的に使っているアプリを53個紹介しました。この動画作ってて思ったんですけど、やっぱり iPad 最高ですよね。生活のあらゆる場面で活躍してくれるデバイスってそうそうないと思います。動画の時間が長くなってしまいましたが、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。これからも週に1回以上 iPad に関する情報を投稿していきますので、見逃さないようにぜひチャンネル登録お願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャプターで分けていますので、そちらもぜひご発表あー、よう噛むなー。ページをスクショし、ブルー、フラワー、ダークと、うわ、と入力して、
もうなんでよ。